べ。
の上にあの見えるかな、スズメバチの巣があって、今日キャンプ場に来ました。やってんのかな、ちょっとまあいろいろ聞いてみようかなと思います、もしそういう人がいたら。とりあえずなんか立ち入り禁止とかそういうのもないので、まあこの辺はなんかできるんかなみたいな感じで来ました。トイレかな、情報によったらこの下にキャンプ場があるらしいんですけど、こっちは立ち入り禁止みたいな感じになってます。松山自然休暇、自然休養なんとか序かな、いいな、
祠ですね、なんか神社。罠かな、これ。なるほどね。これも多分罠ですね。引っ張ったら何か出てくるんかな、いうような罠ですね。あそこにね、遊具があるんですよね。昔多分ここ小学校の後だったかもしれないですね、これ。キャンプ場時代からの遊具ではないと思うんですけど、おそらくあの学校があったんでしょうね、ここ昔。広さ的になんかそんな感じがします。というわけで今日はこんな感じでお届けしました。まあ、以前大昔は小学校だったらしいんですけども、それからあのキャンプ場になって、でまあこういう場所ですからなかなか人も来なくて、でそれからまあこの地域のな、まあなんかその運動施設みたいな、ゲートボールしたりとか公園みたいな感じになったんですよね。でまあ今はこういう感じになってしまいました。キャンプ場ちょっと期待したんですけども、こんな感じになっております。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。